明治学院大学、ジェームス・カーティス・ヘボンが横浜で開いた、ヘボン塾を起源とする、日本最古のキリスト教主義学校、ミッションスクールである。1949年に、新生大学として発足し、現在では6学部15学科、7研究科を要する純文系の大学となった、理系学部、学科は有していない。明治学院の名称は、 創設者の一人で理事の上村正久の提案によるもので、上村のことによれば、明け政治の学問の学校であり、その今、明治の時代における学問の伝道であって、明治学院は、明治文化の中に輝くキリスト教教育の代表的学園であった、修暫定、サブロー、明治学院50年史1927年、75から76ページ、院には、 周囲を高い柿で囲まれた大きな建築物という意味であり、スパー大辞林電子辞書版キリスト教系学院は、その名によって、現状というよりは未来に向けての志の大きさを示したものである。見学の精神として、キリスト教主義教育を掲げ、キリスト教による人格教育を実践している。また、教育の理念として、ドフォーアザーズ、 他者への貢献を掲げている。これは、新約聖書の、t h ア for other う r t s for what you want them to do for you という部分から引用されたもので、創設者であるヘボンの信念をよく表す言葉とされている。ボランティア、海外でのフィールドワーク、長期の協定留学、就業インターンシップなどの講座やイベントが充実している。毎年11月頃に開催される学園祭、 白金祭ではミスコンテストが催される。明治学院大学では社会との関係をより深めるために2004年10月にブランディングプロジェクトを発足した。スクールカラーは黄色である。2005年1月にブランディングプロジェクトの一環としてチャペルのステンドグラスやインブリー館内部の壁色として古くから学生などに親しまれている議論。 アートディレクター佐藤柏の提案により制定する。黄色の持つ明るさ、優しさ、生命力、自立、希望のイメージに他者を照らす光のような存在として、ドフォーアザーズを実践する意志と願いが象徴され、校内のゴミ箱、掲示板、学生証、大学グッズなどが統一色である。ロゴマークは英文ロゴタイプ同様、ジョナサン・バーンブルックによって、 チャールズ・マンソンをイメージして作られたマンソン・フォントにより構成されている。佐藤は伝統の精神に現代の息吹を吹き込んだイメージを表現しているとしている。1906年に島崎と尊作し、前田98作曲による効果を制定した。ザ・アルフィが記念行事で歌った効果、高見沢敏彦編曲を収めた CD が明治学院にて限定発売され、 ザ・アルフィーのベストアルバムザ・アルフィーシングルヒストーリーボリ Vol.62002 から2008にも収められている。八金キャンパス構内には明治から大正にかけて建築された三棟の建物が残されており、文化財に指定されている。遠隔説の主要な出展は公式サイト。明治学院の起源は1863年に、ジェームス・カーティス・ヘボンが横浜に開いたヘボン塾である、 後に男子部は明治学院、女子部はフェリス女学院となる。ヘボン塾は1880年に築地へと移転し、築地大学校と改称されて、カレッジコースが設置された。1883年には横浜の先、心学校を併合して、一致英和学校と改称され、大学と予備課を整える学校となった。後に予備課は神田和寺町へ移転し、 英和予備校となった1877年にアメリカ長老協会、アメリカオランダ外革派協会、スコットランド一長老協会の3会派が協力して東京一新学校を設立。1886年には一致英和学校、英和予備校、東京一新学校の3校が合併して明治学院となることを決定。 1887年に設立が正式に認可された。これにより、東京一致新学校が、明治学院保護新学部に、一致英和学校、英和予備校はそれぞれ、明治学院普通部本科、ヨ科へと名前を変え、キャンパスは、江原郡白金村、後に、芝区八金、今里、現在の港区白金台に設けられた。1949年、 新生大学設置の認可を受けて、明治学院大学が発足した。1997年の明治学院創立120周年までは、明治学院の創立年を、東京一致新学校の設立年である、1877年と定めており、講師編纂などの周年記念事業もすべてそれに、従って実施していた。その後、学院長提案によって、 創立年をヘボン塾の開設年である1863年に改めた。教育連携ボランティアサティフィケートプログラム、敷地内に明治学院高等学校が併設されている。グラウンドや体育館など体育施設を有し、体育系サークルの多数が拠点としている。2004年よりキャンパス内の禁煙キャンペーンが展開されている。 運動としては、禁煙経験の紹介、禁煙チャレンジ学生の募集、パンフレットの配布、禁煙バッジの配布などを行っている。キャンパス内の分煙化推進も行っているが、学生の自主性を尊重する趣旨から、喫煙の全面的禁止などは見送られている。各校舎ごとに、発金祭、発金校舎、例年十一月初旬、戸塚祭り、横浜校舎、例年五月中旬から、 下旬が開催されている。戸塚祭りは、エコがテーマである。大学当局は、学生スポーツに対する、直接的な支援は避けてきたが、2005年より、民学スポーツを強くする、プロジェクトと銘打ち、特定のクラブに指導者の招聘を行うなどの支援を、行っている。強化クラブは以下に参照。学内選考、外国語能力、単位取得状況。 面接等及び留学先の学力基準を満たすことにより協定締結校と総合留学が可能。また一部の学科ではダブルディグリー二重学位の取得が可能。学校法人、明治学院の設置する学校であり、大学の付属学校ではない。明治学院大学への推薦入学制度がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。